様こんばんは。オリエです。始まりましたレディオ Q、 今夜もよろしくお願いします。こんばんは、タミー・レイトンです。いや、なんか今日はちょっとトラブル続きだったよね。いや、焦ったすごいびっくりしちゃった。ストリーミングは切れるしさ、音圧は一緒にならないしさ。よかったです、無事に始まって。はい、お待たせして申し訳ございません。はいはい、まだちょっとドキドキしてます。まあね、これがセカンドライフの楽しみ方って感じかな。ねって、私原稿も忘れてるんだけど。マジですか。どうもなんか失礼しました。なんか黙ってるなと思ったら、はい。それでは私が今日おしゃべりさせていただきます。皆様こんばんは、ピアットです。この放送はストリーミング仕様で放送しています。生放送は今回 SL 内ベアローズのスタジオのみ視聴可能となっております。皆様会場にて自由なスタイルでお楽しみください。本日の BGM はまた曲紹介コーナーなどは私オリエの独断で選んでおりますので、よろしくお願いいたします。はい、23時までの1時間どうぞよろしくお付き合いください。この番組はベアローズ東京の提供でお送りいたします。と、カミカミだけどよくできました。こんなにできた、よかった、褒められた、嬉しい。というわけで、はい、まあ今回もね、こんな感じでなんか、はい、楽しくトラブルに巻き込まれながら皆さん楽しんでいきましょう。さあ、今日はタミちゃん、なんか喋ってよ。いや、大丈夫。自分で音を聞きながら、ちょっと原稿どこやっちゃったっけと思って。はい、頑張って、私喋ってみました。テンポイントさんがトラブルに身を任せって喋ってますよ。毎度のことですので、ピアットにはね、トラブルつきものですよね。さて、では早速始めたいと思うんですけれども、どんな話をしようかなと思ったら、もう一番初めはね、今日のこのセットから見ていただくと分かる通り、そうです ね、今回は、ご覧いただいているように、前回のライブの、セットからお送りしてます。衣装もね、その時にのライブの衣装で、使わせてもらってます。そう、これね、今回ね、アリエッティをテーマにして、今ね、多分 BGM の方もね、その時使った曲で、今回ちょっと前半このライブの間のお話をさせていただく間、中北音楽研究所っていうところのね、BGM を使わせていただきたいなと思いますので、はい、そのあたりもお楽しみいただけたらなと思っております。はい、タミちゃん、このね、ごめん、話の途中に食い込んだ、ごめん。どうぞ。なんで振るの。じゃあ、振っていただいたので、前回のライブは皆さん楽しんでいただけたでしょうか。ですね、今いらしてる方で見ていらっしゃらない方がいましたら、ピアットのインスピのサイトからですね、UR、 あ、じゃなかった、ごめんなさい、ユースト、YouStreamの URL で、ライブ画像を見ることができますので、今回もそちらでも合わせてお楽しみください。はい、それを言いたかったの、はい、これですね。はい、では、ラジオ聞いてる人には分からないと思うので、URL の方を言わせていただきます。はい、http://piatto.inspi.me というわけで、piat.inspi.me となってますので、はい、はい、ぜひぜひサイトの方も、こちらがトップ画面ですね。こちらの方の、メディアのところから、ユーストリームの方のチャンネルへ飛べるようになっておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でも結構ね、たくさんの方が見ていただけて、はい、すごく嬉しいです。なんかイベントも今回結構重なっていたりで、いつも皆さん来ていただいている方が会場いらしてくださっているので、そんなにはね、まさかシムフルまで行くとは思っていなかったんですが、もう最後の方いらしたら、もうシムフルギリギリまで皆さん会場に
来ていただいていて、まあ、大変スタッフ一同あの驚いてったという状態でした。で後半の2部でこのセットを使ったんですけれども、うん、今回もチームピアットの、スタッフの方でいろいろ凝った演出をしてくださって、かぼちゃやお菓子のオブジェクトが点滅したり出たり消えたり、曲によってパーティクルに合わせて操作してもらったりとかしたので、今回は今までにない結構すごいセットにも皆さん大掛かりだったよね。うん、ギミックをだいぶ使っていったので、でもまあ負荷があまりかからない感じで、うん、できたんじゃないかなって。そうピアットにしてはスクリプトいっぱい使ったよね、うん、使いましたね。普段めったにこんなに使わないんですが、今回どうしてもこのステージとかのセットを凝りたかったのでやってみました。うん、でも よかった、動いてっていう。で実質ね40人ぐらいかな、スクリプトがすごく綺麗に動くのって。そうですね、 SL ではだいたい40人ぐらいの、ね、アバター数だとちょうど綺麗に動くかなっていうぐらいで、それでスタートしてたので結構そのまんま行くかなと思ってたら、最後の方はもっとお客様がいらしてくださって、ハットがね急に重くなったもんね。おっ動かないぞみたいな、ちょっとごめんダンスが走らないから手動に切り替えるとかっていう、そんな感じでは調整させてもらったんですけどでもまあ最後までほぼただですね、会場にいらしてた方はご存知だと思うんですけれども、普段だと皆さんすごいチャットとかでも声かけてもらったりとか、こちらが MC で喋ってるお姉ちゃんにツッコミが入ったりするんですが、今回は会場がシーンとしててそうびっくりしちゃって、ちょっと待ってチャットレンジ遠かったっけとかいうすごい思って、そうそうチャットレンジ内に入っていただくようご案内してたりしたので、もうびっくりしちゃって、実はライブの時は皆さんにも前にもご案内した通り、裏でスタッフはスカイプなどでチャットとかで指示を出し合ってるんですね。でその時に、え、なんでこんな静かなんだろう、お客さんなんか つまんないんでしょうかみたいな皆さん一抹の不安を抱えていたんですけれども、途中でなんかお声かけても皆さんあんまりこう反応がなくてびっくりしてたぐらいな感じだったんですが、一部二部の幕の合間にですね、急にこう爆発的に拍手をいただいてアンコールに突入という形で、あ、皆さん真剣に見ていただいてたんだっていうことで少しホッとしたというエピソードがありますね。裏ですごい焦ってたもんね、みんな冷やせてたあれおかしい、ちょっとごめん、私なんか間違えたかしらとか思いながら、ちょっとすごく私内心ドキドキしてました。今もですね、皆さんラジオなんですが、会場の皆さんチャットで突っ込んでいただいて結構でございます大歓迎でございますこちらの方でチャット音声拾わせていただきますので、本当になんか、いてくださった民のお友達にね、おかしい、面白くない、なんでみんな反応がないのって言ったら、いやみんな見入ってるんじゃないかなとかIM で言ってくれたぐらいそうですね、反応が分かるのもライブラジオの醍醐味ですねって言ってくださって、そう、はい、で実質セカンドライブだからこそじゃないです、うん、こうやってみんなの反応がライブ中に見れるっていうのは実質ね、リアルのライブってもう全く分かんないからあ、そうだよね、そう照明が当たっちゃってるからお客さん見えないし、貞子さんが言ってたように喋っちゃ悪いんじゃないかみたいな感じで皆さん見てたんでしょうかねって言ってくださってましたけど、いやもう喋っていただいて結構なんですけれども全然ポイントさんその通りです、ライブ中にツッコミが入るのも SL ならではで、そうなんです、シーさん、そっか、そうなんだ、別アカで来てたんですね別アカですか、ダメでしょ、しっかり突っ込まなきゃ全然突っ込み等はライブでもラジオでも大歓迎ですので、はい、よろしくお願いします。なんかね、セカンドライブでね、突っ込みがないとなんかすごくね不完全燃焼なのね、そんな謝らなくても
ね、本当ですよ。あんなイベントがかぶりまくりの中、皆さん、そう、すごかったね。うん、うん、いやもう本当にいっぱい、あの日本当多かったよね。もう毎回そうなんだけど、なんかイベントかぶるんだよね。かぶらない。タブローさん、そんないつもお世話になってます、とてもございません。あの皆さんいろいろね、リアルのご都合もあるので、よろしかったらあの梅昆布茶ベックさんがしてください。シュミアナさんがカンペでここでボケてって出そうかって思いますので、これ次からボケてって、いやだな。どうしよう、本当にそれ見たら私ボケるよマジで、ね、で後でねタミちゃんにどしかられるからね。あの結構ね、ライブの時ってあの皆さんの反応を見ながら次の進行って考えてたりすることがあって、もう遠慮なくツッコミ等は入れていただいて結構でございますので、はい、はい、よろしくお願いします。実際そうなんだよね、あの MC の実はノートがないんだよね、うん、ピアットって。あ、そう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 、一応用意はしてないんです、ね、そう、トピックス、もし困った時のトピックスだけ用意しちゃって、全部ね私のアドリブなんですよ毎回。うんうん、なので一応ね、お話だけは、うん、うん、でみんなのチャットが上がってこないと、私その時超アドリブで喋んなきゃいけなくなるので、すごい大変なんですよね。だからもうみんなお願い突っ込んでとか思って、本当にあれはね、あの日ね、多分私ねめっちゃカミカミだったと思う。後でね映像を見直した時にね、超私焦ってカミカミだとか思ってね、うん、結構大変なのよ、あのアドリブでね喋り続けることって。結構ね皆さんいやいや仮暮らしってことはないんですけど、今回の、あ、そう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 、後日談として、前回のハロウィンライブのですね、なんていうの、ライブ構成の話をちょっとツイッターの方で、長文でというか、あの、載せさせていただいてたんですけど、あの、今回のね、あの、後ろ、あの、今回の、ライブの件案っていうのは、民のお友達、まあ、オレちゃんも友達なんですけど、仲いい方が、アリエッティの動画を見て、とても素晴らしかったっていう話を、しててですね。で、あ、じゃあ、ライブでちょっとこういうのをイメージしてみたらどうかなって言って、話をしてたんですけど、それで一応私がアイデアを出して、オレちゃんとか、あと、チームピアットのメンバーと、どういうふうに作っていこうかっていう形で、あの、進めていったんですね。うん。うん、そうそう。結構、あの、最初、私が口頭で説明して、写真とかをですね、画像イメージ、こんなイメージっていうのをジュンさんにお見せして、ステージと衣装の作成から始まった。で、あとそれが出来上がってからですね、今度チームピアットのメンバーがギミック等のですね、はい、調整と作成に入ってもらって、結構ギリギリまでリハーサルで手間取ったっていうのが今回は大変でしたね。うん、こ今会場から、うん、ん？いや、あのね、あのカンペを出したら、あのアドリブの時間が少なくなるって、いや全然カンペだ、みんなのツッコミ、ツッコミ返しも全部アドリブだから全然大丈夫なんだけど、ですね、今そうですね、ステージにちょっと迷子になられてる方がいるので、どなたかちょっとテレビを今、はい、あのお願いしてあります、スタッフ、はい、うん、でですね、今回そうそう、お姉ちゃんがあの BGM で言ってましたけれども、お客様も同じ、お客様も同じように私たちと同じ世界観で、あの、なんていうか、楽しんでいただけるっていうイメージでライブも進めさせていただいたんですけど、うん、そうそうそう、みんな同じサイズだから、この場合みんな仮暮らしって、そうそうそう、シンさんその通りです、そんなイメージで、もうね、楽しんでもらえたらよかったなって思ってたので、ね、用意してる私たちは超楽しんだよね。うん、あの
もう出来上がってる過程を皆さんにお見せしたかったぐらい感動でしたよ、うん、今回ですね本当にあのタミーはちょっとリアルも忙しかったのと、あとダンス関係の調整にちょっと手間取ってたので、ステージとかギミックは最初の原案とライブ構成だけで、あとは皆さんにお任せしてて、うん、最後リハーサルの時に見せていただいたという形で、ものすごいなと思って感動しましたね。私自分でも感動しました今回のライブは。うん、私ね動画見た時に、おおこうなってたのかっていう、うん、本当ね、今回もあの梅子ぶちゃさんの画像がすごい、うん、あの迫力があって、ただあのどうしてもですね、あのなんていうんですか、録画の画面のカメラワークっていうものがあるので、全体像っていうのはなかなか見ることができなくて、ライブ会場にいた方もですね、あの結局もう、あこれ何、えまたステージが変わったみたいな感じで、あの目が離せなかったっていう感想も後でいただいて、もうスタッフ一同大喜びだったって。そう、でもあれだよね、ステージ場面のが変わりすぎるっていうのも、あのやりすぎるとのも難しいかなっていう話をしてたんだよね。 その辺もあの調整しながら、こう、うん、ギミックを結構仕込んで、あんまりあの仕込みすぎても、あの本来のピアットのライブ、音楽ライブっていう部分がこうなんていうんですかね、うん、あの物足りなくなってもいけないので、ね、劇団になっちゃってもいけないしね難しいんだよねその調整が。調整をリハーサルで結構、そうそう、うん、それはちょっとやりすぎかもとか。そう、あのね、タミちゃんからオリエちゃんそれだとちょっとあの劇がチックみたいな感じで、うん、まあそんな感じで、うん、あのディスカッションしながらリハーサルで、今回リハーサルがいつもより2回ぐらい多かったんですよね、うん、うん、な感じでライブが出来上がった感じでしたもう見れなかった方はもうぜひ動画の方よろしくお願いします、はい、見ていただけるとあのオリエさんがテンパってるMC 珍しいかもしれないよ、私 MC でめっちゃカミカミでテンパってるの。うん、いや私から見たらね、皆さんもそうだけどいつものことだよね好きにしないよねマジですかね、あきちゃんねマジですかいやそうですよ、テンポイントさん、それで動じたらね進行はできませんそうなの、じゃあもしかしていつもテンパってるのって私だけ？うん、と思う結構あのチームピアットのあきちゃんとか、あのなんていうの、皆さんも真央さんも、ああそうなんだみたいな感じで結構淡々と淡々と進むそうだね、そうだね、そう裏ですごい、そうだね、進行表の読み上げも淡々とアスカ君もしてるよねとか思ってはい、オリエさん次あのこれなんでこの準備してくださいとかって言って人がすごいテンパってる裏でね、みんな淡々とね進んでくる、余計私一人が焦るっていうね、みんなすごい落ち着いてる、その辺でみたいな感じでそうそうそう、であのね MC もそろそろあの次のあれに進みましょうっていう感じがポッと聞こえると、私が MC の締めに入りみたいな、はいオリエちゃん次行きますよってシーン何番ですとか言って次言われちゃうってざっくりそうそうそう、ざっくりとはい、あの焦らないようにあのちょっと精進したいと思いますもう浅田子さんがユーストリームのピアットチャンネルの URL を貼ってくださいましたので、こちらもありがとうございます。さっきのねインスピのサイトからもあのメディアのページでこのチャンネル出てきますので、インスピのオフィシャルサイトもよろしくお願いしますはい、ここでボケてる、そう今ね会場からここでボケてのカンペをウサットが持ってって、あんまりねウサットにそういうことをさせてしまうと、ウサットって実はとっても濃いキャラクターでして、あのピアットが食われるという事象が発生してしまいますのであのちょっとハンカチ噛み締めちゃうシーンとかっていっぱいあるよね、キーッとってあの本当ですよ、毎回ねなんかリハーサルとかやってライブ構成でね立ち位置とか考えるじゃないですか、であの時にウサットここで前へ出てって、あダメウサットの方が目立つからウサットやっぱ後ろとかねリハーサルの時にねやらせてもらったりしますよ。でも本当にあのウサットっていう
存在自体も大変、うん、今人気がありまして、うさとの出演オファーっていうのも実は密かにいただくんですね。うん、あでも確かにそれはあるかもしれない。実際過去某クラブであのキャラクターあのどっかのパーティーで踊ってきましたけども、うさと私今思いっきり BGM 下げちゃった、ごめん。手持ちぶさとでタメちゃんがこう喋ってる時にちょっとマウス動かしてたBGM のフェーダーが下がってた。びっくり。じゃあですね、今回のライブの、全体のテーマ音楽として、選んでいた楽曲がございまして、はい、そちらの方聞いていただきます。あそうですね、それの、うん、ありがとう、タミちゃん曲の紹介が今日私テンパってるはい、はい、なので、うん、よろしかったら、こちらの曲を聴いた時点で全体のライブ構成が何て言うんですかね、うん、一本こうストーリーとしてまとまったという今回の楽曲です、はい、ぜひよろしかったらお聴きください。それでは、はい、曲紹介させていただきます。今回のねステージのメインテーマであります曲です。空の歌聴いてください。
聞いていただきました空の歌、いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。みんな拍手喝采でございます。ありがとうございます。そう、この歌ね、タミちゃん聞いてこれにしようとかってね、うん、もうこの曲のレコーディングの終わってからですね、聞かせていただいたときに、もう今回これでいきましょうっていう感じで、うん、そう、だってこれはね、あのね、ミュージックスターと M78、あとね、レディオQと一緒にレコーディングした曲で、で本来だとそれのアルバムに入る予定だったんだけれども、全体的に。なんだろう、あのアルバムのイメージに合わないからこの曲は外しましょうっていうことになって入らなかった曲なんですよね、実は。で今あのレディオQのね、あの作曲者であるライさんとの曲がまた多分この空の歌に合う曲で集まりそうなので、また来年あたりにリリースできたらいいかなと思ってるんですけど、レコーディングといえばね、タミちゃん、はい、のこの間新曲のレコーディングにも行ってまいりました、ね、はい、はい、レコーディングエピソードを今回を語らずにはおられないアクシデントとともに、まあ、結果お笑いだったんですけどね、もうそこら辺食べちゃ喋ってください。いやいや、私の口からはとてもとてもいやいやいや、現状あのほらツイッター、お姉ちゃん結構ツイッター日常のことをつぶやいてるんですけども、それでエンジニアさんがいないとかスタジオでトラブル発生ってえーみたいな、あのね、実は今ボイトレスクール通ってるところにレコーディングスタジオがあって、岡崎校と豊田校ってあるのね。で私はマネージャーさんから今回は豊田校でレコーディングするので豊田校でお願いしますって言って、朝30分ぐらい前に到着状態で、もう万端だぞって、でもドアが開いてないから、あれこれ10時からの約束だけど10時になったら開くのかなと思って、10時になっても開かないねって、岡崎校でスタンバってたらちょっと笑っちゃうねって、15分過ぎたらちょっとマネージャーに電話してみようかとか思って、スクールのマネージャーに電話したら、すいません岡崎校でスタンバってましたね、なんかもうそのくだりハラハラしながらツイッターを、もうね、でもね、エンジニアさんは前一緒にレコーディングしたことがある人だったんで、おお2人で大笑いしてちょっと今準備するんでその間発声練習でもしててください隣のスタジオでとかって言って、もうすごい広いスタジオを1人でちょっと使わせてもらいましたよ、キーボード電源入れて。まあそんな感じで結果どうだったんだろうって報告待ちでしたらね、はい、すごい録音自体はむちゃくちゃスムーズに、もう、はい、私一番最短レコーディングだったと思う。だいたいタメちゃん知ってるよね、なでしこの時に一緒にレコーディング、うん、ね、あれ結構もう1日がかりだったもんね、トラックダウンまで、ね、全部ね。だけど、うん、私がブースにいた時間って40分ないんだよね、そうだね、コーラスも含めて、うんうんうん、でだいたいメイン の歌取りが15分から20分ぐらい、私の場合は。であとそれからこうコーラスが10分か15分ぐらい取って、あとはもうエンジニアさんがミックスできるのをずっと待ってるだけみたいな、うんうん、そんな感じ。そんな感じです、うん、レイちゃんは割と歌の自分のなんていうんですか、イメージが出来上がると結構同じレベルで歌を歌えるんですよね。なんか、そう、そうだね、エンジニアさんに言われた、同じレベル同じタイミングで歌ってるとかって、他の人はなかなかそこはできないんで何回かテイクをするんですけども、お姉ちゃんの場合は 2,3 回テイクしてもほとんど変わらないので、まあ、うん、エンジニアさんはそこでベストのものをチョイスしてくださるんだと思うんですけど、うん、まあその方法でね、出来上がった曲がすごい良かったので、うん、あとはね、今度の冬のライブよりね、撮ってある新曲がね、うんうんうん、この間
レコーディングでもう、でも何回も何回も言ってるから、これもうタイトルはもう言ってもいいかな、クローバーという曲です。タミちゃんとかね、チームピアットのメンバーにはもうね、であのマスタリング、あのミックスダウンが終わった曲を聴いてもらってるので、すごいこんなのかっていう。ぜひあのクリスマスのですね、来月のライブの時に、ライブの楽曲と一緒に、発表に、初披露ですね、はい、まあ、デモバージョンがね、某所にアップされてるので聞いたことある方はいるかなとは思うんですけれど、うんうん、でもそれがようやくオケがついてレコーディングしてっていう状況なんで、でも言っても、うん、で実質レコーディングね、あのレコーディングって実際はある一定の音程で歌えば多少ねちょっとずれててもね今はね直せちゃうのねそれはねすごい。でもねそのね直せないレベルってあるのよ、うん、で私一回じゃあちょっとでおりえさん歌ってみましょうって今回 の, あのクローバーのレコーディングの時にパーって一回歌った時にどうですかねってこう大丈夫ですかね、音外しすぎてませんかって、あ大丈夫です、あのおりえさん全然これもう問題のないレベルなんでそのまま歌ってっちゃってくださいみたいなどういうレベルなんだろうっていうっていうか私の声はねほとんど直しが入らない実はそのまま音が外したところもこの音の外れぐらいもう許容範囲とかって言ってそのまま恐ろしい、あの現代の録音技術って感じで、いや今すごいと思うよ私一回その過程を見たことがあるんだけど、こんなに治るのっていう、すごい私の歌じゃないんだけど違う人の歌でびっくりしたことがあって、あこれはすごい。でもねやっぱりね不協和音をね一部しちゃうところはどうしても直さないといけないんで、それはほんのちょっとだけ直しが入るんだけど、その直しもこれってこう本当直す必要があるのかなって思うところも、そのエンジニアさんのねやっぱりあの耳で直した方がいいと思ったところはやっぱちょっと調整が入る感じっていう、結構あのトラックの出来上がりっていうのは、うん、エンジニアさんのカラーが出たりしますね、うん、なでしこはあれ、あれ2つだったっけ、2音直してるんだよね。あ、そこまではあれだけ覚えてないかな、タミちゃん。あのね、2音だけ、あの、スペさんが、そこ、4分の1下がってるんで上げてくださいって、4分の1って。スペさん、こだわってるとか思いながら、あのこ、そこのところ、そうですね、4分の1の半分くらい上がっちゃってるんで下げてくださいって。私にはわかりませんっていう。結構ね、うん、あのエンジニアさんとか、うん、あのそういうプロデュースする人っていうのはこうそうなのっていうところこだわったりするので、結構旗で見てる方は面白いです、うん、見ててそうすごい、はい、ここをちょっとつなぎ方間違えちゃうとトラックのって大変なことになるからちょっともう一回聞かせてくださいっていうか、オリエさん同じに聞こえるから選べませんって、ちょっといや選んでくださいみたいな、あれはちょっと笑ったかなっていう、そんなこんなでトラブルにもめげず今回はあの無事、でも逆に何だろう、トラブルがあったおかげで余計なね緊張とか力が抜けたんで、すごい楽でした今回本当に。結果オーライってこと、結果オーライです本当に、うん、ブースにいた時間が15分っていうね、うん、結局ほぼワンテイクツーテイクぐらいで終わったのかな。で一回聞いてみてで、これ下手に直すと崩れますよねってエンジニアさんと話したので、全体のバランス、そうそう全体のバランスがちょっとこのままのニュアンスでも通しで歌ったらこれでいっちゃいましょうかっていう感じで、あとはもうエンジニアさんにもう本当にミックスにこだわってもらった感じかな、うん、本当あの間もなくですが、まだあと1ヶ月先かな、先ですね。でももうだいぶね、だいぶ打ち合わせも進んでますね。もうね、あの次のライブの準備はアリエッティにというか、今回のハロウィンライブ、はい、前回のハロウィンライブのですね準備の佳境からもうすでに始まっていて、
のお姉ちゃんがどうしてもそっちに走るのを止めてあのハロウィンの準備に集中させたという、ね、あの過程があります、まあ、それぐらいあのお姉ちゃんが今回あのクリスマスライブの方はですねもう止めるんですよ。タミーはあのお姉ちゃんのブレーキとみんなに言われて毎回あのごめんなさい暴走してるんでごめんなさいお姉ちゃんお姉ちゃんちょっと止まってってそう今回はハロウィンだからこれ終わってからにしましょうねみたいな感じ で、うん、でお姉ちゃん自体の中にものすごいあのいろいろ私ねそう来年のね夏のライブまで全部同時進行で進んでるからねイメージがねあのかお姉ちゃんの中にはいっぱいあるんですけども SL のライブという形で皆さんに見ていただくにはやっぱりその中から絞っていかなきゃいけないので、その辺を構成させてもらってスタッフがいろいろ動くっていう形になってるのでお姉ちゃんちょっと待ってちょっと待ってっていう感じでスタッフがあのちょっとストップみたいなそれはハロウィンの話なのそれともクリスマスの話なのいや全ての話です全てにおいてそんな感じで、はい、チームピアットであのやっております。そのうちみんなが全員でタックルしてきそうで怖いわ私いやそんなことはないけど、まあ、あのお姉ちゃんがいろんな出したアイデアをですねうち あのチームピアットのスクリプト担当者たちがいろいろやってジュンさんがこういうふうに具現化してくださるっていうやつが、はい、まあ、ピアットのライブの面白さかなって私も思ってるので、うん、はい、作ってる方もね大変なんですけどねあのあこれは3日間寝れないなとかねあるんですけどもでもやっぱりこう楽しい楽しい自分たちも楽しいんです。そこにこう入れて出来上がって皆さんがものすごいこう拍手いっぱいもらってあの楽しかったって言ってもらえる時がまあ一番幸せかなと、うん、もう忘れちゃってね次のあの苦しみが待ってることを忘れるよねっていう その時は忘れますねあの今ねあのチャットでねテンポイントさんがあの突っ込んでるんだけどあの新なぎさんがタックルは腰から下でとかって言ってタックルの方法を会場でご教授してもらってって言ってはいもういくらでもカモンカモンって感じでもう私は頑張るよタックルに負けずにあ、ま、負けないとダメなのかタックルに負けないあのタックルを突っ込ませていただきます大丈夫です。会場の方にもね後からあの皆さん来ていただい駆けつけてくださった方も結構あの増えてきたので本当今回もありがとうございます。こんな雑談みたいな裏話を喋ってるだけなんですけど、じゃあせっかくですね今日1曲しか紹介してないので、はい、もう1曲そうです、ね、はい、ライブの時の、これは完全にライブ音源になるんですけれどももう一度聞いていただこうかなということで、あのこの曲をご用意させていただいたんですけれど聞いていただきましょうかね。はい、ですね曲は私的これ R&B なんだから君を好きになるです。聞いてください。君からのベル君で
Radio Q。 はい、では聞いていただきました、オリエ的 R&B 君を好きになるでした。というわけで今回のライブバージョンもあのタミーは大変気に入っておりまして、これ一番最初に歌ったのって今年の、あれ今年去年のベアローズ6周年だったっけ。実はですね、この曲はあのライブのたびにあのちょっとテイストが違うボーカルのイメージで録音されてるんですね。うんうんうんって歌ってるの私だよ。そう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 、ものすごいねライブのその時のライブの特色が出てますよ、うん、あの動画残ってる動画なんかでね聞き比べていただくと面白いかもしれないですけど、うん、そうですね、ライブのなんだろう要になる曲は全部歌い方ね、うん、変えてるんだよね。夏のライブとかで行くとね、うん、夏色の雨とかもっと元気よく歌ってってあのタミちゃんからオファーがっていうのがあったんで超元気に歌ってるし、まあねツイッターの方、うん、今回あのハロウィンのライブ構成のことちょっと触れさせてもらったんですけど、最初オリエちゃんとか私とかまあスタッフだったりから出てきたイメージに合わせてあのだいたいセットリストとかまあ、あの作ってもらってから構成入るんですね。衣装のイメージとか画像で見せてもらったりお互い見せ合いっこしてジュンさんもねジュンさんも、それに合わせてステージを作ってくださってっていう感じで、だいたい進行表っていう形で皆さんスタッフ共通のイメージボードみたいなのがテキストであるんですね。そこが出来上がってくるんです。それからみんなでリハーサル打ち合わせを交換して肉付けして演出が決まるっていう感じのスタイルになってるんですけどね。今貞子さんがさあの来年のあれは演歌風でとかっていうのにすごく私ちょっと反応しちゃったんだけどあの結構私ねあのチームピアットは知ってるんだけど、お遊びでね録音した曲をねみんなに流したりとかね渡したりするんですけれども、まあね、ベアローズの時はベアローズなりのこう構成を考えてるので、あの、ね、ネタはなしってことで、実はこの演歌でなんで反応したかっていうと、実はお遊びでゴーアライブをあのコーラス風、あの演歌風、普段風、オペラ風とかって歌って録音したのが実は家にあって、そうまあ機会があったらねどっかで歌いたいと思いますそうそう、拳が回るからね私ね。お姉ちゃんね結構あのそういうお遊びにね走っちゃうとあのそっちにすごい夢中になっちゃったりするので、ライブの時はねあの結構それはあの今回使いませんって却下させてもらって、だってゴーアライブとか本当にねあの演歌風にね家で歌って遊んでるっていうそうそう、あのねテストトラックで拳が回ると私が NG 出しますんでじゃあこれ拳回ってるからダメそうだってね、私もともとがコーラス出だから、あの声楽の出なんで、あの一歩間違えると、ね、声楽になっちゃうのね歌い方が。それをあの J-POP の歌い方にして歌わないといけないんだけれど、あのおじいちゃんおばあちゃんの影響で演歌も歌ってたもんだから拳が回るっていう。たまにね、たまにあのライブ用のデモをあのこんな感じでいくって聞かせてもらった時、そうそう、おじいちゃん今日ちょっと拳回ってますねっていう感じでちょっともうちょっとあっさり歌ってくださいみたいな、うん、結構ねあのタミーはひどいことを言ってるようですが、ライブ構成全体をやっぱりこう見なきゃいけないので、あの結構これはこれであのいろいろね厳しくそれがねあの結構周りから言われるんだけど、私全然厳しいこと言われてるって感じてないのよあのすごくあの的を得たことを言ってるなって、確かにそうそうその通りだよってごめん遊びすぎちゃったって感じだから意外とねそこら辺はだって全然私が譲りたくないところはもうしっかりタミちゃんにねあの話し合うしね。そうライブ作ってく、うん、SL のライブでね
あの作ってくるので、一番肝心なところってやっぱりラグもあるし、うん、皆さんの PC によってスペックが違うので、あの見え方って違いますよね。そうすると全体のテーマが伝わらないことが一番残念なので、うん、やっぱりほら何回も落ちちゃって戻ってきてくださる方もいるし、ね、そういう方は読み込みの位置からしなきゃいけないので、やっぱりあの会場とかね、セットも甘くあまり重くならないようにとか、そういうのでなんとかね、うまく伝わるようにって全体をやっぱり見てるので、なんでもアイデアを盛り込みすぎちゃうと、あの伝わらなくなっちゃうんですね、一番伝えたい感じのところが。なので、あの私はどっちかというと、オリエちゃんとかみんなのアイデアをこう絞ってどこにポイントを持っていくかっていう感じで構成を考えていく、まあ一応立場になってるので、今それも面白いといえば面白いんですけどね。で、あの出来上がった時にトータルで今回のライブはこうですっていう一つの作品と思っていただければ嬉しいなって思いますね。そうだね、日本語がわからない人もそう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 見て分かってもらえる無声映画みたいなイメージで作ってるんだよね、毎回。私たちの場合はあの日本の方だけじゃなくて海外の方も見に来てくださっていて、うん、でしかも私たちが英語が堪能ではないので、あの、はい、説明もできませんので、はい、あの最低限のあのご挨拶程度は英語でさせていただきますけども、あの言語が違ってもこう、うん、見てね、全体のを感じてもらえるような、はい、あのなんていうのかな、ライブをこれからも作っていきたいなと思ってるので、はい、特にオリーさん英語ズタボロです。いやいやいや、うん、まあそれはありますけども、はい、あのもう本当にね、あのもうリアルマネージャーから英文法の本をプレゼントされたぐらいなんで。まあね、英語は難しいよね、あの文法からこう入っちゃうと、なんか私もダメです、うん、わけわかんない、わけわかんないの本当にもう意味がわかんない、うん、でももう一回中学校の英語をやり直せって今あのコツコツとやり直してるんだけど、うん、最近英語で来るメールがちょっとだけ読めるようになった、うん、翻訳機かけなくても読めるようになった。貞子さん、そこであの演歌話で盛り上がらないでください。あのそうすると多分私がノリに乗って今からここで演歌歌っちゃうとまずいんでっていう多分タメちゃんにタメちゃんに止められるんでって。またでも機会があったらね、演歌バージョンかなんかね、歌ってみたいかもしれない。演歌は否定しないですけどもね。おひねりおひねりは飛んでくるんだ。いやだって、うん、天下無敵はね、天下無双のなでしこがあるからね。そうですね、うん、あの替え歌バージョンが、替え歌バージョンがね、そうそうそう、あれはね、あの夏にやろうとしてあの怒られたやつだからね。で、あの今度のね、あのクリスマスは私がちょっとメインで構成させてもらってるんですけれども、タメちゃんと今ねだいぶその構成の、うん、あのブレインストーミングが終わって、まあこれで、まあ、まずは一回ね、チームスピアットで打ち合わせしましょうっていう段階まで来ています。ここからいよいよステージングに入ります、うん、入りますね。で、衣装の方はもう全部あの、うん、オーダー済みになってて、はい、はい、あの順番に今テスト衣装が送られてきてるので、うん、どんな衣装がね出来上がってくるか、今日も1個届いたんですけど、うん、まだ開けてないんでちょっと後で楽しみなんですけれども、その辺の感じが進んでいったら、うん、今度はダンスメイク、そうそうそう、ダンスメイクとあのレコーディングですね。そうですね、そうだからレコーディングも今回のライブのイメージに合わせていきたいので、このスタッフミーティングが終わってからもう一回ね、タメちゃんしっかり話して決めていきたいかなっていう。うん、でもちょっと久しぶりかな、そんなことないかな、私が全部ステージの最初から最後までパッケージするのは今回すごい久しぶりなんだよね。久しぶりだね、夏だもん、前回は夏祭りは、そうだ、お礼ちゃんが行ったんだけど忙しくなっちゃったんで、そうそうそう、私ができなくなっちゃった、他の人でみんな
受け負ったんだ。そうなの。懐かしいね。そう。でだってほらバレンタインデーはみんなのアイデアじゃん。そうで私が完全に最初から最後まで構成したライブって最後どこだっけって思うとウェアローズの 6周年あたりからチームピアットでやり始めてるからその1個前ぐらい。そうだろうね。デライ前じゃない、ドエリア前じゃない。そんなでもないけどさ、うん、まあでも毎回毎回ね、あのみんなでやってるから結局は入ってるんだけど、最初なんだろう、全部の構成をとりあえずアイディアでボンと出すのは今回久しぶりだなとか思って、っていうかオリエちゃんがガンとしてあのやるっていうので、ああいいよって言ってクリスマスとハロウィンどっちでやるのっていう話になって、ハロウィンはタミがこのアリエッティの方を担当させてもらって、オリエちゃんがクリスマスの方っていう感じで、分かれた、ね、分かれた。で私今なんかタミちゃんにすごくなんかプレッシャーかけられたような気がするクリスマスガーンと動かないよ、そうこのクリスマス私やりたかったのいいんじゃないですか、そうすごいイメージがあったんでちょっと面白いことをしてみようかなっていう、クリスマスもねもうあっという間に多分もう街はクリスマス一色になってきてますけど、本当だ、ね、そうだよね。だからね、2012年ももうすぐ終わりだよね、もうすぐ師走だよ皆さんにもね、その最後に楽しんでもらえるようなライブをエアローズでお届けしたいと思います、はい、そして今日はね、なんかスタートからもうバタバタになっちゃって、あの喋ってる内容もかなりグダグダになっても大変申し訳ないんですが、なんかちょっと、またね、なんか同じことを 何度もあの話してたらごめんなさいみたいなそうですね、なのでそうですね、仕事が佳境に入ってきますね、はい、リアルの方もね、皆さんというかタミも今ちょっと忙しいよね、リアルが忙しくなってしまったので、私もリアルが忙しいよとか思って来てるので、皆さんあの風邪をひかずにそうそうそう、年内乗り切ってください、はい、そしてクリスマスにまた皆さんと一緒にねこのベアローズでライブ盛り上がれたら、あの一年幸せに締めくくれるから、ここでもうパーッと発散をみんなと一緒にしたいと思うのでぜひぜひ遊びに来てください、はい、お待ちしております、はい、というわけで、はい、あの本当にグダグダだったね今日タミちゃんそうですね、今日構成っていうかいつもはねちゃんとあのカンペみたいの作ってるんですよ、実はラジオの時で、ところがタミが全く作ってないので今回もうノーカンペというか、そうこれ、ね、今日超アドリブだったね、最初から最後までね何もなくノープランで喋らせていただきました、そうだからサブローさんもね、なんか皆さんあの前回もお仕事で来れなくて、なので頑張って仕事して、でもみんなあの頑張りすぎないように、そうですね、そう本当にね頑張りすぎちゃうとふっと気が緩んだ瞬間に風邪ひいたりとかするんでね、あのしっかりあの加湿器をしっかり炊いていただいて乾燥しないように、でお礼ちゃんもねこれから忙しくなるしあれなので、はい、風邪ひかないように、はい、そうですね、私風邪ひいちゃったらもう大変なことなのでね、いつもあの追い込みが大変になるので、はいはい、はい、お願いします。というわけで、お送りしましたレディオ Q、 今回とてもグダグダな回になりましたが皆さん楽しんでいただけましたでしょうかって、本来ですとねここでねあの最後レディオ Q のね BGM を流してお別れなんですけれども、あの今回は、はい、最後この曲でお別れしたいと思います、はい、第5回はいつになるかなっていうことで、あの今まだノープランなんで、はい、また告知をしたいと思いますので、ぜひ皆さんまた次回も遊びに来てください。では最後の曲になります。今日お別れの曲はこの曲で締めくくりたいと思いますので、よろしくね、シャイニングハート、ケロケロバージョン、さあ行ってみよう。皆様ありがとうございました。おやすみなさい。強くなりたい、胸の奥隠した熱い思い。
つや